よし、お疲れ様です。ちょっかいとらない、お前。はい、行きます。お疲れ様です。はい、どうも。はい、どうも。お疲れ様です。それがトスゲの社長です。また今日も来ましたよ。来ましたね。ねえ、伝説のコンビに。はい、レジェンドです。レジェンドコンビに。視聴者これ喜ぶでね。すごい腕職人さんですよね、うん、今日はでも俺は物言わなかんで。ねえ、ちょっと仕事がキレすぎるわ、あんたら。いや、それはあんたらキレすぎるわ。それはいいことじゃないですか。あ、まあ、いいことか。いいこと。もう丁寧だな、ほんと。めちゃめちゃ丁寧です。ちなみにこれ最終日でしょ、明日まで。明日までで、今これさ、明日までってもう一日入るのよ。はい。だけどもう完全に今日も仕事終わって、これ何やっとるかっていうと、はい、これ今、こちらの方がシンナーで拭いとるだけでしょ。そうです。ずっと掃除って言って、うん、掃除ってあの綺麗に家掃除するんじゃなくて、塗料がちょっと一滴飛んどるとか。はい。まあこれちょっと、ちょっと見させてください。って。これね、この機械、これちょっと飛んどるわ。これ掃除。これずっとこれ丸1日、だって今日1日やってるんでしょ、もう。そうだね、まあ2日間って。何じゃろ、綺麗すぎるわ。綺麗ですね。どんだけ金かかんの。やばいっすね。どんだけお金かかんのこれ。ね、さあ金かかるわね。あれ、これもういいよ、そこそこ死んで。そこそこ死んでいいっすわ。いやいやいや、先生怒られちゃう。怒られちゃいますよ。あ、だけどね、何が言いたいかって、やっぱそこまでやっとるよって。そうですね、本当に、うん、まあ、全員が全員じゃないって言ってさ、この間そんな話もしとったけどさ、はい、他の動画でさ、はい、まあそれは職人なら一から十だから、管理もいるんだろうけど、プランナーとかね。これは何やってるんですか。これはさ、色違いの見切りのライン取りですよね。色違いの見切りのラインを取っとるって言って、これ茶色とさ、茶色って何ていうのこれ、ガンメタ、なんだ、ガンメタってグレー、黒グレー、はい、ガンメタみたいなやつだね、うん、と白の塗り分けのところを、はい、これ塗り直しとんだけど、はい、無理でしょ、まだそこ塗るの。いや、なんてらしいでしょ。これさすがだね。すごいっすね。いや、もうプロの仕事だね。綺麗に、本当に。そうそうそう、本当にもうこれじゃ納得できんってことよ。視聴者はもう分かるから、これこれじゃ納得できんってことよ。まあ確かにここから見ると、肉眼で見ると分かるけど、いやいや、ここまでやっとんぞ。すごいっすね。とんでもないよこれ。あ、ほんでこれちょんちょんって飛んどるやつを掃除してん、塗ってんだ。どうしぶきがね、風があると、この一滴をね、かかるもんで、この一滴を掃除しようよ。くぅ、すごいね、金かかるわさ。顔がもう喋りかけねえよみたいな。さ、ね、うわ、これずっと全部ハケで拾っとんの。全部もうハケで拾うしかない。そうだね。ローラーやると今度またこっちも、まあそうだよね。毎日、やっとる。毎日、毎日じゃ2日。そうね、大体この清掃とこのタッチアップ拾いで2日ぐらい見とる。まあ2日見てない、まあここ大きいもんで2日ぐらい見とかなあかんけど。すごいね。すごいですね。とんでもねえことだよこれ、本当に、うん、でこれうちってさ、まあ、本当にさ、はい、あの視聴者一般のお客さんも見とるで、まあ、建設業界がこうって、まあ、うち 100% 自社施工って歌ってるんだけど、はい、ジャージでもう15年おんだ。だってもう本当営業マンで、はい、ジャージを振るやつおる？おらんちゃう？まあ、もうおらんよね。さんぐらいで。あ、さんぐらい。さんより先に打ったでしょ、でも。さんのが後だよね。まあ、ね、うん、まあ、でも昔からおるんだけど、はい、うちってあの職人さんが、はい、一日いくらじゃないの？一軒あたりとか。一軒あたりこんだけでやってくださいねって。はい、うん。まあ本当にこれ十何年なもんでさ。やっぱいろいろあるね。こんだけ丁寧にやってる人間と、はい、なんで俺らが同じなのとか、はい、まあ、もちろんいい人だもんで、ね、なんとか仕上げな感じもあるけど、はい、うん、まあ、あんまり詳しく言うと節産も見ておるな。まあそうですね。あんまり言えんけど、はい、そういうことよ、はい、うん、だけどこれやっぱね、普通パッとやってもこの終わっていいじゃん、はい、次の現場入ればそんな金になるわけじゃん。まあそうですね、次の現場に手つけてそれも完了させれば。そうそう、2件やるか2件半ってだいぶ違うじゃん、はい、年間通すとグロスで1日、大体塗装で10日間ぐらいでしょ、戸建てはね2人で10日間
なのかね、戸建て、屋根なしなら、うん、7日か、うん、7から8、まあ、戦場別でだよね、戸建て、まあ、それぐらいじゃないと、塗装だけね、足場とシーリングとか防水は別だよ、塗装、ね、の職人さんだけは7日間ぐらい、戦場別でね、はい、戸建てだと、はい、もう、うちの1日ってだいぶでかいだろ、でかいっす、24% ぐらいなんですけど、そんなに落ちてます、24% で売り上げ下がるってことでけよ。お前やばいって言ってるけど、お前でけよ。地震28だぜ。うん、4%、14%。はい。14% ぐらい。あれをこれやっとんだから。これできますよ。そら怒るわな、俺に。怒りますよ。で、この雨だろ。はい。で、この暑さだろ。はい。ほら、怒るわな。怒りますよ。で、お前 YouTube ばっかりやって、お前なんか、なんかわけわからん、お前名刺写して、髪の毛荒らして、派手やって。舐めてんのかなと。お兄さん見たら怒りますよ。お前が言えないの。俺をフォローする立場だろ。あの僕職人さんの立場がいいね。味方なんか死んで炭酸さん怒られてるから毎日は。それ以上味方なんか嫌だもん、みんなで、ね、もう大体多勢に無勢なんだからもう。それ以上味方嫌。うわこれもね、喋ってるうちにこれずーっと出ないこれ。そうです、もうずっと手動いてますもんね、本当に。うん、これね、この細かいやつ全部取って、うわー、ようあるじゃん、こういうところにペンキが一滴二滴落ちたやつだろ、はい、まあこれないんだわ、すごいですね、これないんだわ、これ本当にこれ本当にないんだわねえ、ちゃんでももうそこまで思っとる、もうそうね、もう玄関先だしね、あーなるほど、玄関先はもう絶対にそういうのはバッチリ、うん、まあ、特に尺でやらなあかんなーって、そうはあ、だけどまあまあいっかここはっていうなる時あるでしょ、ボワれて現場終われるじゃん、雨とかで、うん、なあそういう気持ちに俺なんてすぐなるけどね雨降っても終わりの日は変わらないよみたいな、ちょっと1、2時間余分にやって何とかしようかみたいなねえ、やっぱ塗装職人ってこういう風じゃないと無理だよな、仕上げなもん、仕上げ本当に、俺らとび職っていうのは勢いとかさ、あ、まあまあ、そう、スピードとか、ちょっと残業してでも終わらせるぞってスピードでちょっとさ、はい、普段だったら5ミリ単位で見るところ、まあ、A はちょっとぐらい遠いとずれとってもとかさ、仮設足場だから人が歩くもんだから、あだけど塗装職人じゃそれじゃできんよね、うん、俺みたいな職人、俺みたいな性格が一番伸びんでしょ、塗装職人じゃ、うん、まあそうだよそうだよね、やっぱりねやっぱりそうだよね、YouTube やってるのが一番向いてるよね、わわわわ口開いて文句言っとるのが得意だよね、やばいですね、あの社長にあの塗装させたらあのクレームが止まらなさそうです、ね、じゃあ職人からもマジで昔ほんとようやったけど、もうほんとお願いでさあ、ね、言ってもらえた何回も言われてるマジで、うわーもう忙しいで手伝ったらわーいって逆にやめてくださいみたいな、もう頼んでやんでちって、だからほんと塗装覚えれんかったよな、やり始めはまだ31くらいだったので、はい、覚えるチャンスはあったんだけど、はい、まあそんな仕事も忙しくなかったから、俺一人が営業だったから最初は、あ、はい、うん、だけどまああれだよね、もう触んでくださいって言われちゃう、下手に手出されると後が大変だみたいな、触んでくださいなじゃないや、もう差し殺されるじゃん、これバローって言って金倍請求されるじゃん、やばいですね、お前の手直しは常用で別だぞってねあ、これ何、あ、これもなんなもういいじゃん、ダメダメ、うん、汚いよ、お前納得できん、いやこれ視聴者によってさ本当にいやダメとかいいとかさ日当でやっとるんだったらはいわかるよ、はい、で視聴者でもそうやって思う人おるわ、いやいや日当でやっとるんでしょって、はい、だからそこまでやれるんでしょって思っとると思うんだけど、ちゃうでね、一軒くらいでね、一軒ですもんね、で俺一個だけちゃんとあの接産あのこれから塗装考えてる人にあの言いたいけど、俺も何人もう100人以上使ってるね、日給月給の人はね、うん、だけど物見なら、はあ、育ち気が今ほんと大変だもん、だって一人親方でやってる人たちじゃないと、はい、技術もだし、はい、スピードも全然違うし、はい、やっぱさ会社員だとさ10時の休憩1分でも過ぎたらはいお茶飲もうかって手止めてでも出ちゃうやん、あ、いや、まあそうですね、でもこの人たちはやっぱもうほ、やっぱもうかかっとるから生活が、そうですね、だからこそきちっとやるし、はい、うちは特にね
悪い職人はすぐバチバチにしちゃうもんね、俺は。すぐあの見かけなくなっちゃうんで、本当に。あの職人さん、いつみたいな。仮想軍団は早いよね。はい。まあ、一応、いつも A クラス、B クラスってあるけどさ。はい。やっぱね、これだけの腕がある人、少ないけどね。だけどまあ、結構おるね、うちはね。お前もこいつ認めれるわって人が。増えたよね。増えたね。いい人増えたよね。で YouTube で見るとまたおまあまあちゃんとしたことやっとんなと思うでしょ、うん、こうやってみんな仲間同士なかなか現場で会わんじゃん。会わないみんなだって一軒一軒別々じゃん、はい、会議とかミーティングでしか会わんじゃん。そうですね、仕事って見えんじゃんお互いに。見えないですね。そう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 。だからこうやってYouTube とかで見るんだよねだけどもう何十年もやってるわけじゃん。20年30年でしょ。まあ30年以上だね。そんで何もう塗装やりたくねえなと思わんの。それは思うよ思うだって。いや、やっぱ誰しもそういうのあるんですね。あ、思うんだあ、もういいわって。もう最近はだって足腰があるでしょ。あ、そうか。体がついてかもんね。あ、でこの現場ぐらいはもういいかってなるのねえ、ならん。もうそらならんよな。この現場ぐらい手抜こうかって俺だったら確実やろじゃあ俺だったらこの現場も手抜こうかねこの現場ちょっとみたいな感じ。まあこの現場もいっかみたいな。お茶とお菓子出してくれんかったなこんなこと言ったら俺も怒られちゃうな。怒られますよ。まあ本当にそれ冗談だけど。あ、だけどやっぱこういういい職人さんに支えられてるだ。本当抜けられてるじゃん。勘違いしてる。営業もさ、まあ今最近の営業は全然そんなことないね。やっぱ職人さんがおるから売りやすいっていうかさ、はい、待って後ろで控えとるものが絶対的なものが控えとるわけじゃん。そうですね。だからまあやっぱ自信にもなれるよな。これもう全部そうしていくの。うん、もうやっていいじゃないですか。どこも落ちてないでしょ。え、糊が、ああこの下の糊ね。これは取らなかったね。ずっと、もう10日あ雨、ね、ぐらいほかっとるんで。うわー、ほんで余計掃除が手間食うんだ。雨がすごかったんですよ。そうそうそう、10日間連続だった。そうそうそう、あのボンズと打ったもんね。そうですね。梅雨明けてからがおかしかったですもんね。梅雨明けてからが、梅雨明けてからな。愛知県名古屋特にな、ずっと降ってましたもん、ね、これは大変だったな。あ、ほんで余計余剰がもう来ちゃったんじゃん。そうそう、うわこれはすごいわ。大変っすね。いや、これだけの掃除しとるわけ。この今玄関先におったでしょ。はい。賞味何ポール。もう18分ですね。18分あるじゃん。ずっとこうやってるんだけど。一日ですもんね、これを。俺一日やってるんだけど。暑い中。すごい。とんでもないぞ。これ何持ってきたの？それなんかあれじゃないの？映画であれじゃないの？24でこの爆弾作るやつじゃないの？なんかいろいろ混ぜたら爆弾するやつ作るやつじゃないのこれ？原料みたいなやつ。原料みたいなやつだろ。なんかスーパーとか行って爆弾作るじゃん、24とかね。ピッ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 って言うやつ。そう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 。やばいな、俺があんまり喋ると思って爆破されるかもしれない。車に仕掛けられるかもしれない。ちゃんね。作りそうだもんな、なんかこの2人爆弾。あの吹っ飛ばすんだったら社長の家がいいですね。それなんでいい。あの車だと僕巻き込まれるんで痛い。ドッキリでお前俺爆破すんなよ、お前死ぬやつだぞお前。どうやって言おうだったら。でもそれはもうあのチャンネル最終の時ですね。あれすごいよな。でもあれスーパーでああいうのって本当に作れるのかな。どうなんですか、ね、視聴者で作れる人ちょっとコメントしよう僕爆弾作れるもん。それやばくないですか。じゃあいいけど、スーパーとかで本当なのあれ。映画でよくあるじゃん、シーンにあるじゃん。スーパーとか買い物行って爆弾とか作るじゃん。はい。本当なのかな。科学者とかだったらいけるんじゃないですか。原料その、そう分かると思うんで。あれ本当だったらすごいことだよな。やばいっすよね。そんなの売ったらあかんだろう。絶対売れないですよだけど、いや作るな。洗剤とかいろいろ混ぜて。なんかいろいろありますよね。ドラマとか。いろいろなんか本当に身近なもの混ぜて。はいとかみたいな。はいとか。はいとか。はいとか。お前が喋ったらいいんだよお前。はいとか。まあ、あれこっちマンションもやったんだ。アパート、うん、あ、これ結構大きいね。あ、家とこっちにアパートあんだな。ちっちゃいけど、ね、4個口6個口かぐらいありますね、まあ、こうやって見ると範囲結構広いですね。うん、これじゃあそこ繋がってないもんな。でもだから余計大変だよな、はい、繋がったら楽だけど。うわー、これも鉄骨もやっとるやん。うわ、綺麗だな。なあ、違うだろう。綺麗ですもんね。なんかもう本当に、うん、これ白いのあるじゃん、はい、これ前の塗装だけどこれ、あ、ま、これ取っとるけど、はい、一滴もついてないだろ。こっちにかぶってないだろ。
そうですね、茶色いのがもうないですもんね。言ってみ分かる、これ白いのは前のと塗装屋さんだぞ。この周りのやつですもんね。そうそう、だって一滴もついてないだろ、外に。全くついてないですね。で、これ細かく、ほんとプラモデル塗るぐらいの気持ちで塗ってんだろ、これ。本当に繊細なあれですよね。そうそうそう、刷毛で。うわー、これすごいな。で、こういうのはまだこれ塗ってないよな。これ多分やっていくわ。これ白全部拾っていくんだろ。これまたあれですもんね、白から、白との茶色の、あの黒のかぶりがちょっとおかしいだろう。はい、この辺はまた調整していくって感じですね。そうそうそう、掃除っていうかな。キャーすごいわ、すごいっすね。やっぱ見るたんびに勉強になるな。なりますね、本当に。笠木も塗ったんですね、これ。そうですね。うわー、大変だったですね。うわー、全部こうやってタッチアップ拾っていっとんだ。ほら、一日かかるかな、丁寧に塗ると。うわー、これ全部一個一個拾って、あそこはジャッキのね、部分だね。ジャッキの部分を、まああれはもうジャッキベース上げて、やって持ち上げて、やって下拾って、いや大変だよ、これ全部回っていってるので。そうっすよね、本当にこれは。まあそんな感じです。はい、じゃあまた、あ、そうそう、マチュサイトがクラスオープンだで、明日が、明日です。明日が本当に、あさってですね。あさって、はい、一般公開されとるんで、ぜひ登録で、ブログと、ブログっていうか、あの、コラムみたいなの書けるから、はい、ぜひ本当で、それをみんなで書いてくれることで上位に上がってきて一般の人に出るから、はい、できるだけお金かけずに、あのリスティングとかいろんなお金かけたらさ、はい、出るけど、はい、できるだけ値段を抑えたいから、そのみんなからもらうお金を、はい、ぜひみんなね、あの今無料で3個まで上げれるのかな、無料プランでね、はい、まだ有料プランが公開されてないけど、はい、無料プランで3個、まずは3個までと、はい、施工中でも3個までって上げれるんで、はい、ぜひあの塗装の知識をさ、一般の人が見るように、でそれがまた検索とかで引っかかってきて、はい、上がるんで、ぜひあの登録で、はい、できるだけそのようなお金かかんないように、はい、ちょっと俺はちょっと文句させてもらえないもんで、ちょっとだけ文句させてもらえないもんで、はい、あのぜひ登録して、まずは1000ちゃん目標のブログも2000だな、まずはブログ1000の登録者1000だったら結構いいとこ行くで、上位上がってくると思うんだわ、はい、検索が上位ならまたね、やってみようかなってなるじゃん。はい、いい職人でそこにまた評価が出るもんで、悪い職人さんがどんどん削られていくような、いい人が残るような形ですね。そうそうそう、アプリっていうかね、はい、あのそういうサイトに なればなと思っとるから、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。